じゃあ今回はですね、こちらの、ペーパーボックス、皆さんが使ったものと同じものを使っていきます。でまず最初にこちらの、長方形のボックスの方からベースをセットしていきます。あらかじめセロハンはちょっとこう長細めに切ってあります。でこちらにベースをセットするときにまずこう大体ですね、当たりをつけてそのラインに沿って切っていきます。はい、でこんな感じで入れていくんですが、今回ですね高さがあまりここの縁から高くならないように逆にこの縁の下に収まるような形でやっていきますので、これをさらに半分くらいの高さで使っていきます。そしたらこの左右が少し空きますので、ここに先ほどの余りの分を使って間を埋めていきます。大体このような形でセットができました。で、もう一つの方もこちらと同じような形でセットしていきます。はい、もう一つもこのような形でセットができました。でこちらもちょっとこっちに置いておきます。そしてこちらの正方形の方ですね、で蓋はちょっと置いておいて、こちらも同じようにセットしていきます。でこちらの正方形のボックスの方は、最終的にこのように蓋で半分以上こう隠して使いますので、すべてオアシスを詰める必要はありません。なのでだいたいこれくらいですね、3分の2くらいまで入れちゃったら、あとは小さいものでこっち側に動かないようにするぐらいでいいかなと思います。というのもこの大小ですね、両方やっておきます。はい、大きい方もこんな感じでできます。で、それができましたら、あとは余分なセロハンをカットしていきます。で、この時に、セロハンをあまりですね、多く残してしまうと、このセロハンがちょっとみっともない感じで残ってしまって、これを隠すのも後々大変になってしまいますので、もう本当にギリくらいですねで切ってしまいます。で、先ほども言ったんですけれども、こっち側はこのように、蓋で隠してしまいますので、こっち側はもうなんとなく邪魔にならないくらいでざっくりと切っていきます。でこんな感じでできました。で使うときは、このようにして使いますので、こんな感じで、セットは完了です。で小さい方も同じくやっていきます。はい、
でこちらの長方形の方もですね、本当にこのスポンジが結構低い位置にありますので、もうこれは本当に縁ギリギリのところで切ってしまいます。はい、このような形です。そして、4つですね、このような形でセットが終わりましたので、はい、セットが終わりましたので、この後花を挿していこうかなと思います。はい、ではこちらにですね、花を挿していこうかなと思います。で、まず最初にですね、見ていただいている皆さんはこれを、制限時間付きのコンテストでやっていただいてますので、いろいろとですね、作業の時短をしていくのがいいかなと思います。でその時短のテクニックとして、まずこのスポンジをすべて隠さなきゃいけないっていう、仕事が一つあります。でその作業を、短縮するために、例えば器の上に、器を乗せるっていう方法で、こうすることによって、この部分ですねはスポンジを隠す必要がなくなってきます。でさらに例えばこのボックスの箱、これを使って隠してしまえば、こちらの部分は隠す必要がなくなってきます。ここの部分だけ隠したりお花を入れたりすればいいっていう形になってきます。でこちらも同様にこのようにして置いていきます。でもちろんどういうデザインをやるかっていうことによって、器の配置ですとかこのスポンジのセットの仕方っていうのは変わってくるんですけれども、一応一つのテクニックとして、お花で全てお花や、グリーンで全てスポンジを隠してしまうんではなくて、このように器などを使って、スポンジを隠すっていうテクニックが一つあります。で、まず最初にじゃあこちらのですね、見えている部分をとりあえずまずは、グリーンで埋めていこうかなと思います。はい、じゃあこちらの方でやっていきます。で、このように短い、グリーンなどを使ってですね、埋めていく場合は、ある程度ちょっと枝を落としておいて、そこから細かく切っては刺し切っては刺しっていう方法でこのようにして埋めていくと作業が早くなるかなと思います。でこの時に、あまりですね、後でちょっと花を入れる予定もありますので、あまりぎゅうぎゅうに埋める必要はありません。で先ほども言ったように、この器が上にこのように乗ってきますので、そのここの分はですね埋めなくても大丈夫です。でとにかくコンテスト中に制限時間もありますので、とにかく、作業スピードをですね、上げてやっていかなきゃいけないところで、やっぱり慣れてない状態だと、かなり焦って作業をしてしまうかなとは思うんですけれども、久保田さんもおっしゃってたように、まずは最初に、ベースワーク、このスポンジを隠すっていう部分を最初にしっかりやっておくと、後で、ちょっと余裕を持ってこの上の方をデザインできる、ある程度埋めてしまうっていうのが大事になってきます。でそうしましたら、いよいよ本格的に花を挿していくんですけれども、最初にですね、この器の配置というのを、しっかりと決めておきます。はい、で、配置がだいたい決まりましたら、花を入れていくんですが、その前に、ちょっと一つなんですけれども、この蓋をこう乗せるときに、ちょっとずり落ちてしまいますので、それをですね、こういうこれ今トルコキキョウの茎なんですけれども、こういういらない茎を使って止めたいところにこのように引っかかりを作ります。このように差し込んでしまって、そこにこう引っ掛けるような形で
乗せてしまいます。でこのような形で固定できました。で、まあ、こういう、テクニックはなかなか自分一人じゃ、思いつけないものなので、もう本当にいろんな人の、作品とかを見て、そういう技をちょっと盗んだりするっていうのが大事かなと思います。で、まず最初にこの トルコギキョウですね、これを短くしてしまって、足元に刺していきます。で、まあ、こういう、コンテストの場合だと、まあ、今回はですね、まあ、花材が決まってて、あらかじめこういう器で作るっていうのも、分かってて、臨んでいるかと思うんですけれども、結構もう花材も、こういう器も、当日分かるサプライズ方式っていう方法もあるかと思います。でそういう時に、どうしようどうしようってこう慌てふためいてやっていくことがあるかとは思うんですけれども、もうその時にはですね、本当一番最初の、制限時間内の例えば5分くらいでもうこういうデザインにするっていうのをもう決めてしまって、あとはそこに向かって、ひたすら花を作っていくっていうのがいいかなと思います。途中でこっちこれをこうしてこれをこうしてっていうのを考えてしまうと結構時間がかかってしまうので、もう本当にこういうデザインでいくっていうのを決めてしまったら、最初に決めてしまってで、作っていくっていうのが、まあ、制限時間内に作るコツっていう風になってくるかなと思います。で今回、僕がどういうデザインにするかっていうと、今回は、ま、縦の線をたくさん使ったデザインにしようかなと思っております。なので、まあ、足元に入ってくるお花の部分はあまりこう長くなったりせずに、低めに抑えております。で、この足元のお花を入れた後も、上にこう立てるお花がたくさん入ってきますので、足元にお花を入れすぎないような形で調整しつつ入れていっています。はい、という形で、まずはこの長方形部分のですね、足元の方を、やっていきました。なので次はこの正方形の方に入っていきます。でこちらの方にも同じく、ミリオですねを、短くまずは入れていきます。でこちらの方にもお花を入れていく予定ですので、あまりたくさんは入れずにやっていきます。はい、これで、ざっくりミリオが入りました。そしたら、今度こちらですね、スプレーバラを入れていきます。で、こちらで、正方形の方にもお花が入ってきました。そしたら、いよいよ、縦のお花としてこちらは、こちらのガーベラですね。まあ、本当静岡県でもすごい、生産が盛んなお花ですので、こちらをバンバン使っていこうかなと思います。でこちらのガーベラを、まあ、このようにですね、まっすぐわーっと立てて、このガーベラのこの線ですね、この綺麗な線をこう引き
たせる、目立たせるような形でデザインしていこうかなと思います。で、今回はですね、このお花に鬼門落ちですね、ほんの少しだけ段差をつけるような形にして、よりこのちょっと線、縦の線を強調していくような形でやっていこうかなと思います。例えばガーベラがこうたくさん入っている中に一輪だけこの辺にいたりすると、逆にちょっとこの子がすごい目立ちすぎちゃって、線の邪魔になってしまいますので、高さは同じくらい、少し段差つけるくらいという感じで入れていきます。でコンテストで、作業時間、制限時間内に、やるっていうのを、念頭に置くと、この縦のガーベラを入れるところまでを、バーッともう迷わずにやってしまうことっていうのが一つコツになってくるかなと思います。でここまでしっかり終わってしまえば、あとは本当にですね、ここのガーベラの縦の線っていうのがこの作品の一番メインになるところですので、そのメインになる部分に、一番時間をかけてあげるっていうのが、いい作品を作る一つのコツになるかなと思います。例えばスポンジをセットしたり、このベースを隠したりするのにすごい時間がかかりすぎてしまうと、このガーベラのこの縦の線のところが、すごいおろそかになってしまったりしますので、そうならないためにも、このベース、スポンジを隠したりする作業ですとか、スポンジをセットする作業っていう部分をいかにこう迅速に、時間短縮しながらやっていくかっていうのが、大事になってくるかなと思います。で、僕なんかはすごいちょっと背が結構高いので、結構後ろに下がらないと全体的に見えたりしないんですけど、本当皆さんもですね、ずっとこう手元でこう細かくやってしまうんじゃなくて、ちゃんと引いて全体的なバランスとかも、見ながら作っていくのがいいかなと思います。はい、そして、ガーベラのこの縦の線をですね、さらに、引き立たせるために、もう少し縦の線を増やしていこうと思います。でこの三つ股の白塗りの枝なんですけども、こちらも一緒に入れていきます。これもあまりガーベラより、高くなりすぎないように入れていきます。で三つ股のようにこう枝分かれしているものはですね、あまり、枝分かれが多すぎると、縦の線が死んでしまいますので、なるべく枝も少なくしてしまって、作っていくのがいいかなと思います。はい、でこのように、縦の線を増やしていきました。そしたら、次はですね、こちらのスイートピーですね。これも、とても線が綺麗な花なんですけれどもでこれも、縦に入れてしまってもいいんですが、少し変化を出してよりこの縦の線を強調していこうかなと思います。でそこで、こちらの正方形のボックスの方ですね、こちらにこのように少し斜めの線をですね、下の方で作っていきます。でこの時にこの斜めの線に使うお花が、例えばとてもボリュームのいいお花だったりすると、かえってこの縦の線の邪魔になってしまいますので、
まあ、こういうスイートピーのようなですね、繊細なお花を使って斜めの線を出していきます。でお花の数も結構少なくしちゃいます。そうすることで、より、まあ、この縦の線を邪魔しないような、綺麗な斜めの線が入ってこれるかなと思います。はい、で、このように、スイートピーも入れ終わりまして、ほぼこれで完成となります。で、まあ、コンテスト中にですね、制限時間的にはこの辺で残り5分とか残り3分とかっていう風になっているといいなとは思うんですけれども、で、まあ、残り時間が短くなってきたら、競技時間の中で清掃とかもしなきゃなりませんので、まずは、もうほぼほぼ出来上がったよとなりましたら、まずは机の上とか、テーブルの下とかっていうのをまずはちょっと清掃しましょう。清掃ができてないと失格になってしまったりしますので、まずは清掃をしてしまう。で机の上が、きれいになりました。そしたら、細かいところなんかを、ちょっと調整していきます。例えば、この辺がちょっとまだ空いてるなと思ったら、このようにミリを出していくですとか、っていうようなことをしていったりします。で、例えば、少しこのガーベラの向きがこっちがいいかなとか、こういうところで、そういったものを先に清掃などしてしまえば余裕を持って、このように微調整などできますので、コンテストの時なんかは、そのように、時間配分をですね、きっちりと作っていって、とにかく一番見せたいもの、自分が、こういう作品を作りたいんだっていうものを、しっかり力を入れて時間をかけて、やっていく。で、まあ、今回は縦の線を目立たせたいよ、そういう作品にしたいよっていうことですので、こういう作品になりましたので、とにかく、自分が目指しているものに対して、しっかりとやっていくっていうのが大事になってくるかなと思います。で、まあ、今回のですね、僕のこの作品を、作っていく過程っていうのも、まあ、皆さんの、まあ、コンテストで作品を作るときとか、まあ、もちろん将来的にお花屋さんでお仕事をしたりするっていうときにも役に立ちますので、そういったときの参考にしていただければと思います。じゃあ僕の、作品はこちらで以上になります。